平氏は、日本の平らを持つ氏族。平は、高孫三代目が、親戚降下の際に受けた氏姓。姓は阿ソ有名な官武平氏を含め四つの流派がある。家紋は揚げ町を中心に使用した。姓の代表的なものの一つとして、源氏、藤原氏、橘の氏と共に、源平、藤橘と総称されている。兵士には、官務天皇から出た。 関武平氏、人形天皇から出た人形兵士門徳天皇から出た門徳兵士高校天皇から出た高校兵士の四流がある。しかし後世に残ったもののほとんどは桂原親皇の、流れの関武平氏であり、武家兵士として活躍が知られるのはそのうち、高持王流坂道兵士の流れのみである。日立兵士や、伊勢兵士がこれに相当する。また、 北条氏や坂東八平氏なども含めることがある。しかし、例えば、北条氏は、最近の研究では事に諸説あり、経図も何種か存在するため、菅武平氏と判断するには困難なりつつある。ましてや菅武平士を称する氏族が、通説から離れ菅武平氏と歴史学上で、判断されるには、より多くの出典と文献が必要となる。 桂原親王新の流れの官務兵士には、高持王流の他に、禅宗王流と、孔宗王流があり、禅宗王には、記録に残る子孫はいなかったが、孔宗王流の官務兵士は、公家として、京都で活動した。平という名称の由来は、諸説あるが、有力な説は、大田良が唱えて、藤木国彦、佐伯やりきよらが発展させた説で、 最初の平氏であった関武平氏の祖である、関武天皇が建設した、平安慶にちなんで、平と名付けたとするものである。大太領、静史家経大辞典では、その名称は、平安慶の本君、田平より起こる。けだし、関武帝、この塔を建てられしにより、その子孫、この死を賜物必死ならん。と述べられている。また、漢武平氏の誕生において、数よ、 二世の死生は、源の阿尊三世王の死生の場合は、平阿尊という区別があったように思われると述べている。しかし、第54代人名天皇、第55代、文徳天皇の曹孫王の世代には当てはまるが、第58代、高校天皇の曹孫王の世代では当てはまらない。そのために、平安京遷都後の官武天皇の孫王の、公務王が、 平らが施政されたように、平安戦途後の一時期、天朝年間から任馬年間まで変則的に与えられたのではないかという説もある。東国の源氏、西国の兵士という俗説があるが、高持王流、漢武兵士の始まりの地である東国は当然の、ことながら、武家、兵士の番居地であった。すなわち万道兵士の一族が、その後中央に勢力を伸ばし、西国にも、 兵士勢力が広がったとするのが適当である。武家兵士としては例えばその祖である、数佐助の平高持や、東国に独立政権を樹立しようとして失敗した、下宇佐の平の正門、正門を倒した、日立の平貞盛などがよく知られるが、時代が下って、兵士政権で台頭した平家を出した伊勢兵士も、貞盛の四男以降の子孫が伊勢に移り住んだもので、あり、 これを倒した、源の頼朝を支えた鎌倉幕府の執権、北条氏や坂東八平氏も同じく坂東に土着した、高持王流、官武平氏の末裔であった。結果的に、北条氏や坂東八平氏などの東国の武家兵士は、源氏一門や藤原氏一門に強順しかしとなるか、あるいは抵抗して追悼されるなどして、史上華々しい成果を収めなかった。 それに対し、伊勢兵士の平の清盛は西国を制して、中央政権を牛耳り、これにこうした河内源氏流の坂東源氏源頼朝が兵士を追悼して東国に、鎌倉幕府を開き、さらに、五代五天皇の遺構を受けた、新田義定、足利高氏が、坂東兵士に乗っ取られた鎌倉幕府を倒して新たな、中央政権樹立に貢献したこと、そして鎌倉幕府、 室町幕府、江戸幕府揃って、坂東玄氏の政権であったことなどが、東国の玄氏、西国の兵士と解かれる原因であると考えられる。聖遺体将軍の源平交代思想と同様、俗説の意は出ない。武家兵士で、平ら世を残したのは、伊勢兵士など数少ない。その伊勢兵士の傍流であったが、いわゆる兵士政権を打ち立てた、平の清盛とその一族を特に、 平家と呼ぶ。ただし、平家という言葉は、本来、数多い平氏の中でも、特定の家もしくは集団を指す言葉に過ぎず、はじめは、官務平氏の中でも伊勢平氏が属する武家の高持王流ではなく、京の都で文官として活躍していた、公宗王流の人々を指していた。また、平氏政権時においても、清盛一族のみならず、彼らに仕えている家人、 老唐らを含めた軍事的、政治的集団を指す用法としても用いられ、この場合の、平家には清盛に従った藤原氏や源氏の武士も、含まれることになる。もちろん、本来の、平家である高宗洋流は、明治維新まで存続したのであるから、その意味では、壇の浦の戦い以後も、平家は存続していたとも言える。これに対して源氏は、 原生を名乗った一族は多く、原家は複数になるため、通常は、原家相対という意味での源児と呼び、原家という言い方はあまり用いない。また、平氏は、源児と同じく、未女王女の処遇として姿勢が行われたが、天皇の孫以降の第二姿勢を受けた例が多いと、言われ、そのため源児よりも格は、下と見た向きもある。 平家の武者たち幹務天皇王子刑図高宗竜刑事、高持竜刑事伊勢平氏刑事、平津根り、よりもり子孫刑図、人形兵士刑図、門徳兵士刑図、高校兵士刑図高村二代目が、親戚降下の際に受けた姿勢は、源。佐野本刑図や、平家関門録、俗軍書類中では、貢献王の大使高持王の時、 官平元年12月13日に、民部教、宗明の阿孫、三角公を片武県と接しとき、王の戦時をかぶりて、宗明を追罰せしう上に、帝王魚管ありて、ジュニーカズサの助に人数、朝敵を平らげたるゆえに、平らの姓を賜るという中世の伝承があり、高持王の時に朝敵を打ち平らげたため、平らの姓を賜ったとの説がある。しかし、 高持王が朝敵を平らげる以前に平らの姿勢が行われており、この説が事実に反し誤りであるということは言うまでもない。天皇家と源氏ただし、北条氏や坂東八平氏については、兵氏とは無縁の士族が、後世になってりを貸したのではないかと言われている、角田文江、平家、日本紀略、日本語記、天朝7年正月7日上、俗日本語記、 上は7年正月7日上。ありがとうございます。